はい、こんにちは、こんばんは。コスメコンシェルジュ、ギャラクシーです。やっとね、ここに戻ってきました。コスメコンシェルジュ、サムライビドウですね。はい、サムライビドウとは何か。ね。サムライビドウとは、サムライの美しい道ということでね。当然、このサムライビドウで気になるのは、この白髪ですよね。年齢から来る白髪。これの予防について今日やっていきたいと思います。よろしくお願いします。白髪になる原因っていうのはいくつかあるんですけど、その中でね、まあ三つほど今回紹介しますけど、まああの、その前に一つどうしてもわからないのは、これ加齢ですね。これは皆さんどうしようもないです。時が来れば皆さんどうしようと。まあこれはしょうもないでしょう。それはさておいて、それ以外の部分ですね。はい、一つ目は、はい、ね、一つ目は睡眠不足です。睡眠不足ね。これ前からあの睡眠で言いますけど、睡眠不足ね、何もいいことないですよね。そうそう、癌にもなるっていうのは前の動画でやってましたけども、まあこれ髪にも良くないですよね。はい。まあ細胞のダメージは回復できないんで、まあそうですね、活性酸素ですね。はい。除去するものが、まあメラトニンが減少するってことですね。睡眠時には成長ホルモンの分泌が促進されるね。これがですね、いろんな回復、体の回復をするんですよね。で、これが不足すると、色素細胞、まあ、髪を作るね、髪の部分ですね、黒い部分が低下しちゃう。ね。で、活性酸素を除去するメラトニンを減少するため、睡眠不足も白髪の原因と関係していると言われてますね。はい。ということなんで、まあ、睡眠ね、皆さんしっかりとるようにお願いします。はい。続いては、紫外線です。はい、紫外線が多いとね、髪が細くなっちゃいます。髪が細くなります。はい、まあ、紫外線のダメージも、白髪を作る、まあね、要因、まあ、遠い要因ですね。紫外線を浴びることで活性酸素が発生し、毛根にある色素細胞がダメージを受けて働きが低下してしまうと。まあ、直接じゃないんですけどね、少し。ただ、紫外線はね、浴びない方がいいですよ、これ。あの、髪のボリュームがね、ダウンするんですよ。髪が細くなっちゃう。つまり、髪の量は変わらないが、髪が細くなると薄く見えてしまうってことでしょう。だから、例えば私もテニスのね、コーチとかずっと外出てますよね。帽子かぶらないで。そうすると、私より、ね、年齢若いのにちょっとね、こう、ボリュームが下がってる人を見たことがあります。そういうことなんですね。ですから、まあこれね、紫外線で、ね、キューティクルがダメージを受けてね、感触やツヤが悪化し、髪が細くなってしまうってことなんで、紫外線浴びちゃダメですよ。必ず帽子をかぶってくださいね。テニスやる方ね。そうです。必ず帽子をかぶりましょう。これがね、やっぱりね、髪にとって大事ですね。はい。で、頭を巡り巡って白髪にも関係してくる。可能性があるってことですね。はい。そして最後三つ目。食事ですよ。やっぱり食事ね。食事やっぱりしっかりしたいですよね。食事はまあ髪の元となるタンパク質、ビタミン、ミネラルですね。これが大事ですね。この三つね。タンパク質というのはあの動物とかね、お魚とか、こういうものですね。こういうものが取りましょうってことですね。で、ビタミン C は、まあ、ビタミン C やビタミン E ですね、特にね。これはね、ビタミン C やビタミン E は、まあ、白髪の原因というのは過酸化水素を中和するような作用があると言われているということですね。まあ、過酸化水素とは髪の毛に色を与えるメラニンを生成するにあたり、材料となる酵素にダメージを与える性質があり、よくないってことですよね。そのためビタミン C や E が足りないと過酸化水素が増えて髪を黒色にするメラニン色素が十分に生成されません。まあ、つまりね、メラニン色素が大事なんですよね。色素細胞、ね、髪を黒くするというのはね、白髪を増やさないためにはビタミン C やビタミン野菜類や、まあサプリメントがいいでしょうね。まああの野菜類や果物ありますけども、ね、サプリメントも積極的に取るようにしましょうね。ビタミン C や E ね。はい。で、C は持続性がいいって言われてますよね。ということで、今日は3つほどね、白髪の原因についてやってきたということですけども、やっぱコスメコンシェルジュとしてこれね、やっぱり大事なのは睡眠ですね、睡眠。そして紫外線。これもうまだシワとかも来ますよね。紫外線、まあ、ね、浴びすぎ良くないってことですからね。よろしくお願いしますよ。全く浴びないとこれまたね、まあ、白になっちゃいますけどね。ただ、浴びるすぎると良くないと。そうですね。ぜひ気をつけてくださいね。皆さん紫外線、帽子かぶりましょうと。で、食事ね。あと睡眠。これで、まあ、老化はね、老化来るものですから、これ予防できないんですけど、まあ、この辺をね、重点的にやることになる。
て白髪の数も少し低減されるかもしれないですということでね、まあ、今回はそういうことでね、白髪予防頑張りましょうというところになりますね。はい、まあ、この動画良かったと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。くまちゃんも喜んでますね。ということでやっと戻ってきましたね。やっとこのコスメ関係に戻ってきたというこのコスメコンシェルジュサムライビデオの動画ですね。ようやく長い月日を持ってコスメにも戻ってこれたということです。ダンス始まり、テニス始まり、ようやくこの落ち着きですね、コスメコンシェルジュとしての動画を徐々に上げていきたいと思います。はい、それでは次回の動画でお会いしましょう。それではさようなら。